この角度で説明するとちょっときついものがあるんですけども、これですね、何をやりたいかというとボトムパームですね。基本的にこの角度でやるとすればこういうね、角度にはなっていくのかなと思いますけども、パームって基本手の大きさってあまり関係ないということはね、よく言われるんですけどね。ただ大きさによって、来る位置っていうのが変わってきます。これは人による個別の問題だと思うので、結局パームだけで拾おうとすると1時間くらいの動画になってしまうんじゃないかなと思うんですよ。パームって基本的には2つありまして、ボトムパームとトップパームという2種類があります。でトップパームっていうのは要はこういうことですね。こういうね、パームがあるんですけども、トップにある、カードをこんな感じでこうパームするということですけども、これがトップパームです。でボトムパームっていうのはこういうやつですね。でトップパームにもね、ワンハートトップパームだったりとかいろいろまあ種類があるんですけども、今回は、そこは省きまして単純にボトムパームだけをやっていくということですね。でトップパームとボトムパームの大きな違いとして、難易度ってところですね。トップパームって、限りなく難易度が高いです。相手のお客様目を盗んで、トップパームに移行しなきゃいけない。でなおさらワンハンドトップパームということになりますと、より格段とレベルが上がってしまって上級者レベルとなってしまうんですね。で、普通のトップパームだと大体中級くらいの形ということにはなるのかなと思います。ただボトムパームもそこまで簡単なものではないのかなと思います。でこう持ってくるわけですけどね、この角度で解説しないといけないので、基本的には、ディーリングポジションよりは少し下のあたりでこう持った方がいいのかな。人によると思うんですよ。手の大きさによって来る位置っていうのが変わってきまして、まあ、ここが個人的には安定するのかなとは思いますけどね。この親指の付け根とそして小指でこうホールドするような形には個人的にはしています。人によってはまあこの位置に来るところもあればここの位置とかね、まあいろいろあるんですけど、その辺は試行錯誤してみて自分の合う位置っていうのを探してみるのがいいのかなと思います。来る位置っていうのは基本的には人によって変わるということですね。で左にこう食いますから左ポケットにね入れてこう出てくるっていうね、そういう技法ができたりとかすることもできます。ただ、ボトムパームって結構ちょっと小回りが効きづらいんですよ。トップパームと違ってね、トップパームだと右手利き手に来るわけですから、あの箱の下にから出てくるっていうね、アンダーザボックスとか、あるいは、中にから出てくるっていうね、インザボックスとかね、そしてポケットから出てくるっていうね、そういうマジックをするのにはトップパームっていうのは、必須にはなってくるのかなと思いますけども、ただボトムパームもね、結構必須、まあそこまで使えないものではないので、まあ、覚えておくとそうはないのかなと思います。お客様に選ばせたいカードをこうね、ボトムコントロールを、適当にこうしまして、下に持っていくことができたらこんな感じでしてっとこういると。でこう持った時にこう揃える仕草っていうのがありますよね。こうわざとこう乱雑にこう揃えるっていうね、その流れでこうボトムをパームしてしまう、これが一つの鍵になるのかなと思います。まあ、これはぜひ参考にしてほしいですね。揃えデックを揃えるというその自然的な流れでボトムパームしてしまう、これが一番効果的なのかなと思います。まあその動きの中でのミスディレクションが取られた状態ということにはなるのかなと思います。ということで今回はボトムパームについて、個別で、解説させていただきましたけども、トップパームについてはまた後ほど、個別で解説させていただきたいなと思います。パームに関してね、ボトムパームであれば細かいところとかっていうのを解説するのであればね、20分くらいの動画になるのかなと思います。でトップパームもね、結構まめに解説しなきゃいけないところがありまして、トップパームにつきましては2パートにもしかしたら分けるかもしれません。
なるべく動画を短めにしておきたいなと思いますのでね、長々とやってしまうと、ね、見づらさっていうのがね、極めて高くなってしまいますのでね。ということで、今回のご視聴ありがとうございました。